注目の決勝戦は5フレまで終え、ターキーを決めた鶴井がトップ。それをしもいで浅田が追う展開で第6フレーム、左側のレーンもボールをこの村瀬系のボールで変えてチャレンジ。はい、熱い熱い、しかもスピード、どうしたんでしょうか。赤いボールを使った時はもっと手前からボールが曲がり始めてたので、うん、はい、努力はしてるんですけど、頑張ってほしい。さあ浅田の方はどうか。ストライクがまだ繋がらない。うわー、惜しい惜しい惜しい、もうちょっと振り切って投げてほしいですね。天秤もっと倒れると思います。お、はい、頑張ってほしい。さあどうだ、あーと2フレと6フレ、2つのオープンフレーム、はい、さあどうに、鶴井のプレーを見ましょう。フォースなるか、なったら中盤圧倒的にリード。さあどうだ、あっと、うん、ちょっとコースが違った、薄めできましたね。おおほうほう、おや止まりました。これをよく取りましたね。鶴井アナに大きくリードしてゲームは7フレに入りますが、さあ大逆転なるかどうか。まずは下井で、3大会ぶりの優勝を狙う下井でが、下井でこっちの右側18番は大丈夫そうですね。はいはいはい、左側レーンで17番レーンが苦労してるだけというふうに見ました。なね、次が大事になると思いますですね、はい、浅田は17番の方が得意なんですね、はい、左側で今から投げますけどもね、はい、浅田、あーと薄い、おーっと惜しい、苦しい姿を見せれば見せるほど鶴井の気持ちは楽になりますね。そうですね、そうですね、さあ鶴井が、おーっと届かない、さあ浅田は、はい、さあこれで浅田は、うん、まだ30ピンちょっとの差があります。優勝の栄冠をつかむのは誰なのか。この後クライマックス。